メラアン公・ベルトルトは、アンデクス博、イストリア編教博及び、クライン編境博。また、1180年から1182年の間に、メラアン公となった。その領地は、ベルトルトの先祖が1060年代に獲得した、アドリア海北部のクバルネルアンエェンガンから、イストリア、クラインにまで及んだ。ベルトルトは、アンデクス博ベルトルト三世とヘートビヒホン。 ビッテルスバッハとの間の息子である。父ベルトルト三世は皇帝フリードリヒ一世の帝身で、シュポンハイ向けのエンゲルベルト三世が死去した後、イストリア編境白領を与えられた。ベルトルトに関する記録が最初に見られるのは1170年で、アンデックス白としては1172年からである。1175年、ベルトルトは、イストリア編境白領の共同統治者となった。 1180年皇帝フリードリヒ一世はバイエルン公、ザクセン公、ハインリヒシュ公から皇位を剥奪した後、ベルトルトの母の兄弟夫にバイエルン皇位をベルトルトにはメラーン皇位を与えた。支配することとなったメラーン公領は、実際にはこれまで支配していたイストリア編境博領を含んでおり、別に新たに独立した支配を行ったわけではなかった。しかし、 好意を与えられたことで、アンデクスハク家は帝国諸侯となった。1186年、ベルトルトは、フリードリヒ一世の息子ハインリヒ六世のイタリア行きに随行し、ハインリヒとコンスタンツェとの結婚に立ち会った。1189年、ベルトルトは、帝国軍の第三師団を率い、第三回十字軍においてその騎士を務めた。 1190年のフィロメリオンの戦いでは、シュバベンコウフリードリヒ六世と共に軍を率いた。1195年には、バイエルンの手がン全修道院のフォークトとして、記録に見える。ベルドルトは1197年の十字軍にも参加するつもりであったが、同年にハインリヒ六世が死去したため参加しなかった。ベルドルトは皇帝の神聖ローマ帝国を、 選挙君主制から世襲君主制に変更する計画には反対であったが、対立するベルフキの夫を4世を支持する教皇インロケンティウス3世の方針にことを唱えるハインリヒロクセの弟フィリップを支持した。この頃、アンデクス家は大きな権力と影響力を持っており、その領地はフランケン地方からアドリア海にまで及んでいた。ベルドルトは1204年に死去し、 d 線にあるアンデクス家の修道院に葬られた。ベルトルト、アグネスと子供たち1180年頃、ベルトルトは、アグネス・フォン・ロ・ホリッツと結婚した。アグネスは、ベッティン・ケノカ・ラウジッツ編狂白で、ある、以下の子女を設けた。第3回十字軍において、セルビアを通過した際、1189年7月27日に、 皇帝フリードリヒ一世は二種において、セルビア君主ステファン・ネマニアと会った。そこで、ベルドルトの娘と、ミロスラフ・ザビドビッチの息子トルジェントを、セイギョルギウスの祝日の翌日に結婚させる交渉が行われた。この結婚は行われなかったようで、イストリアでエクスペディション・フライドリサイ・インペラトリスにも、娘の名は見られない。研究者の間では、この娘が、 上記の娘たちのうちの一人か、それともそれ以外の記録上にない娘かで意見が分かれている。ありがとうございます。